皆さんこんにちは。上谷さくらです。よろしくお願いします。まずじゃあ早速1曲目歌わせていただきます。椎名林檎さんの丸の内トリスティックです。私その昔からずっとひばりさんが美空ひばりさんが大好きで、まあ、この前もあのサンドイッチマンさんとしなばなちゃんの博士ちゃんって番組でひばりさんの良さについて語らせていただいたんですけど、実は私とうとうひばりさんの生サインをゲットしちゃったんです。まあ、あの次の曲は全くあのひばりさんに関係はないんですけど、まあ、とりあえずちょっと皆さんに嬉しいご報告をということでちょっと言わせていただきました。では次の曲は
ちょっとすごく難しい曲なんですけど、生田リラさんのアンサーを歌わせていただきます。
ことについてお話ししたのかな。はい、あとあのしゃくり、あ、千秋直美さんのひばりさんについて話をさせていただいて、うん、まあ、あのサンドウィッチマンさんとか、まあ、ゲストの方々に、うん、なんか、まあ、その素晴らしいところとか、うん、まあ、歌手の方が使っている、まあ、しゃくり、まあ、今回千秋直美さんのところでしゃくりっていうテクニックについて、うんうん、まあ、お話しさせていただいて、もレッスンみたいなのをさせてもらったんです。おお、でサインももらって。はい、おお、すごい。あの、一応ひばりさん生サインということで、まあ、うん、まあ、あるゲットしたんですけど、はい、あの実はちょっとまだあるものの、まあ、本物かちょっとどうかまだ分かんないので、まあ、どっかで調べてもらおうかなと思ってますけど、生サイン、一応生サインということで。すごい、はい、すごい、念願の生サインが来てとっても嬉しそうです。心ちゃん、ありがとうございました。